オスカール・パウル・ディル・レバンガー、オスカー・ポール・ディア・レバンガー、1895年9月26日から1945年6月7日は、ナチス・ドイツの武装親衛隊召喚。最終階級は、親衛隊上級大佐で、第 36SS 武装的弾兵士団の、師団長を務めた。ディル・レバンガーは1895年、ビュールツブルグに生まれた。 第一次世界大戦では一年志願兵としてバイエルンを国陸軍に入隊。負傷を重ねて構想されたが、再び前線勤務に志願。将位に任官して、機関銃中隊を指揮し、一級及び二級鉄十字章の両方を受章した。戦後は様々なフライコールに参加し、ルール放棄及び上、シレジア地方にて戦う。気流軍活動の間に、 フランクフルトンアムマイン大学で政治学を学び、1922年に政治学博士号を取得した。1933年に国家社会主義ドイツ労働者党へ入党するが、結局追放される。1年後に再入党。この時の党員番号は、109万8716であった。また新衛隊にも入隊、SS 番号は、 357,267であった。この頃、ディルレバンガーは銀行員、教師など様々な仕事に就いている。また、武器の不法所持や横領で繰り返し有罪判決を受けている。1934年、ディルレバンガーはドイツ女子同盟のメンバーであった13歳の少女に性的暴行を加えた罪及び公用者を 飲酒運転し車両に損害を与えた罪で逮捕され、有罪判決により2年の禁錮刑が宣告された。このことにより、ディルレバンガーはこれまでに得た、職、博士法並びに、軍での名誉をすべて失った。収監されていた、ルートビヒスブルク刑務所から釈放された後、ベルズハイム強制収容所に勤務する。そこで、ゴッドロープ・ベルガーと友人となる。ディルレバンガーは、 1936年から1939年まで、当初はスペイン外人部隊に志願、スペイン内戦にコンドル軍団の義勇兵として参加し、3度負傷した。この負傷は彼の名誉回復に貢献した。また、ナチ党の支援もあり、フランクフルトアムマイン大学によって一度は失った。博士号も回復された。第二次世界大戦の始め、 ディルレバンガーは武装親衛隊で博士としての能力を活かして職務を行い親衛隊中尉に任命された。その後、友人のゴットロープ・ベルガー親衛隊少将により新たに編成される秘訣州の密領者による中大規模の部隊の隊長に推薦され、1940年6月24日に隊長に任命された。ディルレバンガーはこの部隊を率いて、 ベラルーシでのパルチザン総統任務につき、1942年5月24日に二級鉄十字章、1942年9月16日に一級鉄十字章、1943年12月5日にはドイツ黄金十字章を授与されたほか、この間の戦闘においてリュレバンガーは何度も負傷し、名誉戦勝金勲章も授与されている。 1944年8月のアルシャワ放棄では、指揮下の第 36SS 武装的団兵士団を率いて出動し、1944年9月30日には陸軍や新英隊本部の反対を押し切る形で、それまでのパルチザン総統の功績により、騎士鉄十字章を授与されている。ディルレバン側は、ここに至るまで指揮下の部隊の行き過ぎた行動と、軍旗違反により、 新衛隊法務本部によって何度も軍法会議にかけられそうになっているが、ベルガーの介入により裁かれるのだけは回避している。1945年2月中旬、オーデル川付近でソ連軍との戦闘中に銃撃によって重傷を追い構想された。終戦後、自由フランス軍に投降したが、1945年6月7日、捕虜収容所で、 原因不明の死を遂げている。ヒストリーチャンネルの番組、ナチス権力者、究極の悪では、ポーランド出身の監視たちにより撲殺されたという説を紹介している。なお、死因が原因不明とされたため、戦後に複数の生存説が噂されたことから、フランスの法廷が1960年11月に、ディルレバンガーの身元を確認するために、彼の死体の発掘を許可した。 これによって彼の死が確認されたことにより、それらの生存説は否定された。博士としての能力を買われ、ナチスで活躍するも粗暴な言動が目立った上、異常な性癖の持ち主であったため、ナチス内部において彼を敬遠する人物も少なくなかった。反面、率先して戦闘に加わって何度も負傷したり、部下の面倒を死生活にまで渡ってみるなど、彼を慕う部下は多かった。 ディルレバンガーが隊長を務めた部隊で、カミンスキー旅団と並んで非常に悪名高い部隊であった。当初は中隊規模で構成員も帰結州の密漁者で改心したと認められたものという条件が遵守されていたが、ディルレバンガー自身の昇進とともに、部隊の規模が拡大するに伴い、この条件を満たす者が枯渇したことから入隊できる犯罪者の悪が広げられ、軍法会議で、 有罪判決を受けた武装親衛隊員や国防軍将兵、強制収容所に収容された政治犯、一般刑事犯などで構成された単なる犯罪者集団になった。こうして最終的に部隊は師団にまで拡大した。この部隊は主にポーランドやベラルーシにおけるパルチザン総統などを任務としたが、隊員の来歴ゆえか各種の犯罪行為が絶えず、 特に1944年8月に発生したワルシャワ放棄の鎮圧の際には、主にロシア人の反共産主義者で構成されたカミンスキー旅団と共に鎮圧措置の家で民間人に対する虐殺、略奪、不助暴行などの蛮行に走り、武装親衛隊の辛いおもしとして国防軍は愚か武装親衛隊内部でも嫌われるようになった。ありがとうございます。